こんにちは、ローハンの伊沢です。今日はアイズメタルの、実際のペイントをちょっとこう動画撮って伝えていこうと思います。でまず今からこのパネルですね、下色になる、グレーを今から塗っていきます。で、まあ、このグレーは各塗料メーカーから出てるウレタン系の塗料ですね。それを大体、まあ、ちょっと黒多めにうちはいくんですけど、そのベースグレーで一旦染めて、でクリアっていう形でちょっと進めていきます。で、まあ、グレー塗る前の下処理の番手なんですけど、まあ、最終800番まで上げてます。で、まあ、通常の塗装通り800いって、で、まあ、水洗いして、でシリコン筆で脱脂してっていう形になります。じゃあ今からとりあえずベースの方を塗っていきます。今一応全体に捨て拭き1回しました。で一応まあローハンガンで捨て拭きするんですけど、塗出量全絞りからだいたい2回転半開いてだいたいベースを拭いていきます。で、まあ、次通行止めから色を決めていくんで、だいたいこの塗料でうちは3コート4コートでだいたい色を決めていきます。はい、今ベース塗り終わったんで、でこれからメタルのベースとなるアンダークリアですねを今から塗っていきます。で、これが主材になりますね。アイズメタルクリアで、こいつに対して硬化剤を 35% で、シンナーもだいたい 35-40% を入れて塗っていきます。でこのメタルのアンダークリアがすごい大事なんですけど、まあ、艶がもちろん必要な部分と、あとまあ塗りやすさで密着性ですね、その部分をだいぶ考慮したクリアになってきます。でこれを配合したのが今こっちのクリアになります。でこれを今からローハンガンで、塗っていきたいと思います。でまあ、設定は塗出量全絞りからだいたい3回転開いていきます。まあ、最初のミストコートと1コート目は2回転半で、だいたい捨て拭きの後の2コートで仕上げるんで、ラストのコートだけ3回転開く形でやっていきます。じゃあ今から塗っていきます。はい、今一応軽くドライコートで、まあ、ミストコートですね、で捨て拭きをしました。で結構比較的塗りやすいクリアになってます。で垂れにくいし、で、まあ、艶もきっちり塗っていけばちゃんと出るん で今からは次は2回転半ですね、塗出量2回転半開いて、艶を出していきます。あと2回転、2コートですね、2コートで仕上げていきます。じゃあ行きましょう。
今捨て拭きの後のワンコートが終わって、フラッシュオフタイム10分取りました。で今から、最終コートしていきます。で、まあ、最終コートはトス量、さっきも言ったように3回転全締めから3回転開いて、で大体エアーツはあのローハンガン全部この測りついてメーターついてくるんですけど、大体こいつの数値で、まあ、3キロぐらいで拭いていきます。では行きましょう。はい、まあ、クリア、アンダークリア塗り終わって乾燥終わった状態です。で今からあのこのアイズメタルを実際に塗っていこうと思います。でアイズメタルは 0.9 リッターと 3.6 リッターの2種類出てます。これはまた、価格の方、価格表の方見てもらったら値段も全部入ってるんで、進めていきたいと思います。じゃあ今から塗ります。でストレーナーの方なんですけど、まあ、極細めですね。極細めと、であと吉野紙を間に挟んでください。できるだけちょっと細かい、まあ、いらんブツが入ったりしてるん で、 で細かくストレーナーで通してこしていきます。まあ、結構今これネタ見てもらったらあのしゃぶしゃぶなんですけど、まあ、あのカンカンからカンカンよく攪拌さして、で、希釈なしでもそのままガンに入れてください。じゃあ今からちょっと実際塗っていきます。で、まあ、今から塗っていくんですけど、とりあえずちょっと今日説明しながら作業するんで、まあ、今日はちょっと防塵服着ないで、でちょっとまあマスクもつけたり外したり説明しながらやるんですけど、まあ、その辺はちょっと説明必要なんでお願いします。じゃあいきます。今から塗るんですけど、まあ、ベースコート塗って、でアイズクリアを塗って、で80度でだいたいこれで5時間ぐらいですかねの乾燥をしてます。で、まあ、常温でちょっと一晩置いてるんで、まあ、結構乾燥はきっちりできてる方です。で、メタルもこのローハンガン使っていきます。でメタルの場合は塗質量を全締めから1回転だけ最初の、2回ですね、最初の2回は1回転だけで塗っていきます。でエアーツはだいたいこの手元のメーターで2キロぐらいですね。これでいきます。で、まあ、1コート目2コート目は結構ミストコートで塗っていきます。でちょっと馴染みが馴染ましたいの で、 であとまあネタ自体がだいぶしゃぶいので、できるだけミストコートですね、ドライ拭きをしてください。で、まあ、こういうふうに裏表塗ったりする場合は先に表を塗ってから裏をかけるっていうふうに、まあ、通常のペイントとは逆になるんですけど、その順番 で、 で、まあ、ワンコートしたらメタルが乗って最初濁るんですよね。でその濁ったのが溶剤が揮発していくと徐々に輝度が出てくるんで、で大体合計4コートから5コートやっていきます。で1コートしたら溶剤揮発するのを待って、で、まあ、エアブローで飛ばしてもいいんですけど、顔料がきれいに整列するのに、ちょっと時間かけて溶剤飛んだ方がいいんで、
あまりエアブローはしないようにしていてください。で、まあ、今だいたい溶剤が軽く飛んだので、今から2コート目に移ります。これで今2コート目が終了になります。ほんで3コート目からは1回転と次4分の1開きます。で1回目2回目から徐々にこう、1回目はミスト で2回目は若干ちょっとこう湿らす感じですよね。この感覚がちょっと慣れてくるまでは難しいかもしれないんですけど、まあ、今みたいなこう動画見てもらってちょっと勉強してもらえたら。で、まあ、まだグッと乗してないんで、溶剤の飛びも早いです。で、今大体もうこれパッて見てもらった今日で25度ぐらいなんですけど、まあ、これでほぼほぼ溶剤今飛んだんで、またすぐ3コート目に入っていきます。で、3コート目からちょっと4分の1分開いたんで、もうちょっとウェットになるんで、じゃあ今からまた塗ります。で、3コートから結構ウエットに塗っていくんで、まあ、ただウエットって言っても、まあ、これ今見てもらった通りこうちょっと曇らす感じですよね。曇らす感じでこうパターンを重ねてムラなく塗り込んでいきます。で、最初塗った時はこんな感じでちょっと曇ってます。で、3コート目4コート目で、まあ、場合によってはちょっと5コート行ったりもするんですけど、まあ、できるだけ4コートで仕留めた方がいいです。で、まあ、ちょっとムラが気になる場合は5コート目行ってもらっていいんですけど、塗りすぎるとちょっと輝度が落ちるんで、まあ、できるだけ4コートで仕留めていってください。で、こうやって湿ったらこの溶剤飛ぶのがどんどん遅なるんで、ただこれもエアブローあんまりしないでちょっと待ってください。だどん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 軌道が出てきます。で、これが全部引いたらまた4コート目いきます。はい、今3コート目終わって次4コート目いきます。で、大体3コート目の溶剤も飛んだん で、きっちり必ず乾かしてください。ほんで、まあ、きっちりガン運べていけば、大体まあ4コート、5コートで、大体ムラもほぼほぼ消えていくんで、はい、じゃあ、今から4回目いきます。はい、今一通り4コート終わりました。で、まあ、大体4コート、5コート、あともう1コート行ってもいいんですけど、まあ、大体1コートでこれぐらいの輝度が出ます。で、まあ、ちょっと慣れるまではガン運びとかその辺が難しいと思うんですけど、まあ、きっちり慣れてきたら、まあ、大体このぐらいの大きさであれば5コートでほぼほぼムラも消していけると思うんで、で
まあ、特にねこのメタルとか、まあ、でうちはもともと金属を磨いたような色味を目指して作ってるんですけど、まあ、こういう色ってちょっとすごい口径の小さいガンを使うようにとか、まあ、いろんなメーカー歌ったりしてるんですけど、うちはもう 1.6 口径 の、 専用のガン使ってます。で、まあ、このガンすごい水ともきれいに出て細かく出るんで、全然今見てもらったようにメタルもきれいにこのガン一つで塗っていけるんで、まあ、このガンとセットでいろいろ試してもらったらすごい塗りやすくなってくると思います。はい、ねまあ、ちょっとメタルの説明をするんですけど、まあ、アイズメタルはベースとなる顔料がアルミベースになります。で、まあ、アルミの顔料を、まあ、ナノレベルからさらに細かく砕いて、でさらにそこからこうリフティングっていって表面に浮き上がりやすくして、で、まあ、溶剤と合わせて、まあ、塗料になってるんですけど、今だいたいアルミと銀と大体大きく分けて2種類のこのメタル調ですね、メタル系の塗料が出てます。で、まあ、1つは銀 AG ですね、銀をベースにした顔料で、1つは、まあ、うちのようにこのアルミをベースにした顔料になるんですけど、うちはもうずっと昔は銀をいろいろテストしたんですけど、まあ、いろいろと問題があったんで今アルミベースでやってます。で、金属の中でも銀は、大体、まあ、数値いろいろあるんですけど 98% の反射率を出したりとか、まあ、それに対してアルミは 96% とか、まあ、輝度自体はね、銀に劣るんですけど、まあ、僕が一番そのアルミなんでこだわったかって言ったら、実際うち7年前からいろいろと、まあ、GTR とか86とか塗ってきてるんですけど、銀は化学反応をしやすいんですよね。でこれがまあ他社の銀の塗料で塗ったパネルです。カーシェイプになります。で、まあ、塗った時はすごいメタルメッキ感もあってすごい綺麗なんですけど、これね、だいたい外に置いといて、まあ、1ヶ月弱ぐらいですね。でもうシャンパンゴールドになって、これまあ3ヶ月ぐらいでもうまあキッキーになってます。で、まあ、みんな知ってると思うんですけど、銀なんでやっぱり化学反応で酸化したり、まあ、酸化銀になったりで黄変したり、特に紫外線には弱いです。だから、まあ、紫外線一切当たらないところとかであれば大丈夫と言われるんですけど、結局銀塗った時から酸化が始まってるんで、結局はこうやって色を黄変してきます。で、まあ、この辺とかはねもう完全な酸化銀になって、これもクリアコートしてるんですけど、変色がすごいです。で、まあ、今ねこれまだメタル塗ったばっかりでクリアコートまだしてないんですけど、クリアコートしたら若干輝度はアルミの方は落ちます。で、ただこれずっと外出してても実際 GTR とかでももう5年ぐらい経つけど変色はほぼないです。だからまあ耐久性耐候性の部分でもう全然内容が変わってくるんで、だから今うちのアイスメタルは、まあ、ずっと商品化してなかったんですけど、まあ、いろいろと条件も揃ってきたんでやっと発売する形になりました。まあ、大体大きく分けてこんなぐらいの内容の差が出るんで、またアイスメタルの方ご利用よろしくお願いします。はい、メタルワン工程一通り終わって、で乾燥大体まあ5時間ぐらいですね、80度で5時間で、あと常温で12時間以上は今置いた状態になります。で、まあ、今からプライマーかけて、でクリアでちょっと仕上げていきます。ほんで、まあ、今一通りワン工程なんですけど、小さい小物は大体ワン工程で仕上がるんですけど、まあ、こういうパネルですね、大きいのになってきた時に、まあ、ちょっとそのワン工程で仕上げるのにムラが出たり、まあ、消しにくかったりすると思うんですよね。で、まあ、そうなった場合はまた2工程必要になってくるんですけど、2工程の場合今から塗るクリアがまたアンダークリアっていう形になってくるんで、まあ、またマニュアル見ながら確認してもらえば
分かると思うんですけど、とりあえず今からこのアイズプライマーですねを塗っていきます。はい、今から塗っていきます。で、まあとりあえずワンコートだけ一通りいきます。で、まあガンはまた老斑ガンでやっていきます。塗質量は全締めから2回転半開きぐらいで、はい、こんな感じで全体にどっちかというとドライでワンコートとりあえずまんべんなくやってください。で、まあ、これ今ワンコートして、でまた80度で1時間ほど焼きます。で、まあ、この作業の意味はメタルどうしてもそのクリア塗った時に若干やっぱり輝度が落ちるんですよね。まあ、クリアの膜圧である程度白くなったりで、まあ、並んでる顔料が若干広がるっていうのもあるんですけど、まあ、それを止める意味と、あとまあこれプライマーになるんで密着を上げる、でプライマーを薄くコートして、でちょっと表面を固める感じですね。で1時間だけ焼いて、でまた次の作業でプライマーワンコートしてクリアで仕上げていきます。じゃあ今からまた乾燥入れていきます。はい、まあ、1回目のプライマー塗ってワンコートして、今80度で1時間乾燥しました。で、今温度下がってきたんで、今からもうワンコートアイズプライマーを入れます。でアイズプライマー入れたら、まあ、5分ほどしたらもうすぐクリアで仕上げていきます。じゃあ今から作業します。はい、今2回目のプライマーワンコート全体回りました。で、5分ほど置いて、でもうそのままこのクリアで仕上げていきます。アイズクリア、これはアンダーコート、アンダークリアとしても使ってたメタル前のクリアですね。で、まあ、こいつが一番相性もいいんで、このままこのクリアで仕上げていきます。で、まあ、2工程する場合はこのクリア、今から塗るクリアがまたアンダーコートになります。で、まあ、同じように乾燥してまたメタルしてっていう形になるんで、まあ、とりあえず今からこれで仕上げていきます。で配合はアンダークリアの時と同じですね。主材100に対して硬化剤が35で、シンナーがだいたい35から40の間ぐらいですね。で今回は、シンナー35ぐらいでいってます。でガンの塗質量もアンダーメタル前のクリアと一緒で、全締めから2回転半で3回転に上げていく感じで塗っていきます。まず最初はアンダークリアと同じようにステブキ、まあ、ミストコートですねを全体にして、でそこからあと2回で仕上げていく形になります。じゃあ今からステブキしていきます。
はい、今、一旦捨て拭き全部しました。で、まあ、このままトス量2回転半ぐらいのままで、次ワンコートでまたトス量を今度3回転まで上げて、あと2回塗っていきます。じゃあ行きます。はい、今捨て拭きしてワンコートしました。で次塗質量をだいたいさっきのガンで3回転まで開いて、で全体仕上げていきます。はい、一通りクリア3コート、捨て拭き入れての2発ですね。合計3コートを終わりました。で、まあ、大体これで1工程ですね。で1工程で、まあ、大体こういう小さいのやったら全然OK なんですけど、やっぱり大きいパネルとかになってきたら、まあ、きっちり塗るか2工程やっていった方がすごい綺麗には仕上がります。だいたいクリア入れたらだいたい一旦ちょっと輝度は落ちるんですけど、だいたいこれぐらいの輝度は保てます。でさらに、この前説明したみたいにベースがアルミになるんで、紫外線とか、そういうので後から変色するとかも基本的にはないです。で、前も言った通り5年6年前塗った車も全然今普通に色保ってるんで、ここが他と違う部分ですよ。だからこんな感じで、作業は終了になります。ありがとうございます。